Fanta。Fanta、Fanta、FA、Fantaは、アメリカのザ・コカ・コーラカンパニー、コカ・コーラ社やそのグループ企業から発売されている炭酸飲料、一部例外もあり。後述参照。1940年、第二次世界大戦で、コカ・コーラの原液を輸入できなくなった、コカ・コーラ社のドイツ法人で開発された。これは、リンゴジャムとチーズの製造工程中に生じる副産物から開発、製造されたので、味は果汁入りオレンジジュース、コーラ、レモンジュースを 0.375、0.375、0.25 以の割合で混合したものとされている。当時、この味に慣れ親しんだ世代のドイツ人の間では、シュペツという名称の飲み物として名残が残っている。ブランド名の語源はドイツ語。商品名を決める会議で主任が想像力、フォンテシーを使え、英語で空想を意味するファンタジーとは意味が少し異なると言ったのに対して、ファンタ、FA、ファンタとの即答が返ってきたことによる。ビタミン C とカフェインも添加された上で、粉末ジュース加工され、第二次世界大戦戦地のドイツ軍に、レーションの一部として支給された。日本では、第二次世界大戦後の1958年に初めて販売された。この当時、すでに世界36カ国で販売されていた。1960年にはコカ・コーラ社によって商標が買い取られた。1961年、アメリカ国内では7 Up に対抗するため、ドイツ国内で販売されていたファンタクリアレモン味をスプライトという名称で販売した。現在は、世界180カ国で販売されており、最も消費量が多い国はブラジルである。ここでは日本法人である日本コカ・コーラ社の商品展開について記述する。ファンタはこれまでに多種類のフレーバーを発売している。その中、2000年前後の日本では、1970年代にゴールデンアップルというフレーバーが存在したか否かという話題が、インターネット中心に巻き起こり、存在を肯定する側と否定する側に意見が分かれ、論争となった。やがて、日本コカ・コーラ社は、過去に日本国内で、そのような製品を販売したことはない。ゴールデングレープならあったという公式見解を発表した。この後、日本コカ・コーラ社は、2002年10月に、ファンタゴールデンアップルを、新フレーバーという形で新発売した。さらに2006年に同商品をセブンイレブン限定であの伝説の商品1970年代の復刻版デザインとして1970年代のファンタに用いられたデザインで販売している。半ば都市伝説化した一方で2002年に久住正史清涼飲料史研究家が生活情報サイトオールアバウトで発表したウェブ記事において、日本コカ・コーラ社社員からの、売ったことがある、知るという発言や複数ボトラー社員からの、よそのボトラーでは売ったらしいという旨の発言を紹介している。このほか、日本コカ・コーラ社が公表していないから、発売していないとする否定側の意見についても、ジョージアマックスコーヒーが、日本コカ・コーラ社ウェブサイトの販売商品一覧に載っていないことを取り上げ、公表している情報が絶対ではないとしている。また、2010年には、清水良子、清涼飲料水評論家の編著により、ミリオン出版から発行された、書籍、夏十、20世紀飲料博覧会の41ページで、日本コカ・コーラ社に関係していた人による、あったはずだが、資料がないため、公式にあるとは言えないという旨の発言を紹介している。続けて、各地のボトラー社からの限定品を含めた全商品を把握できていないらしい。30年以上も前の話で、外資系企業であることから人の出入りが激しく、知る人がいないという旨の記述をしている。とはいえ、ライターの里田実彦も、これらの主張は、都市伝説の定番である、友達の友達に聞いたと同じパターンであり、勘違いと思い込みの可能性が高いことを指摘している。まではタレントを使った CM からは主要顧客層である子供を使った CM を放送していた。前者では CM の最後にファンタスティックのコピーがあった。また後者ではファンタは僕らのヒーローだ。というコピーの最後に猫の鳴き声をかぶせていた。2は松山千春が CM ソングを歌ったバージョンの CM が存在した。から1993年まではディズニーキャラクターを使った CM を放送。マスカットの缶にミッキーマウスのイラストをプリントしていたのもこの時代の影響である。1986年の CM では実写の映像にディズニーキャラクターのアニメーション、主にミッキー・ドナルド・グーフィーの3社を合成したものが放送され、翌年のパインフルーツ初登場を知らせる PS 部でもミッキーのアニメーションが合成された。2002年からファンタ学園シリーズが展開されていた。3年 B 組、金八先生のパロディで展開されたシリーズで、3年 B 組がスルーされている。他にも E 組等がスルーされている。このシリーズは韓国においても韓国語に吹き替えた上で放送されていた。以下は、このシリーズの登場人物と演者の一覧である。ファンタの公式サイトには、登場人物たちのプロフィールが掲載されていたが、黒ひげが宝トミー、放送当時、トミーの登録商標であることから、黒ひげ先生のプロフィールのみ公式サイトから除外されていた。このシリーズは2004年に一旦中止されたが、2008年2月20日から、ファンタ発売50周年記念として展開されたプレイキャンペーンの一環で一時復活した。2005年から日本では同様、そうだったらいいのにな、井手孝雄作詞、福田奈美子作曲のメロディでスチャダラパーヌ坊主が替え歌を歌っている。このシリーズは、はじめに空想の世界で始まり、そうだったらいいのになのフレーズの後に現実に戻って、オチがつき、そうじゃないからファンタのもうで終わるのが基本的なパターンである。ファンタ学園シリーズの名残から学校に関するものがほとんどだった。そうだったらいいのになシリーズ、ヤギ編、リモコン編、カメラマン編は2005年に全日本 CM 放送連盟が主催する CM フェスティバルにおいて総務大臣賞、グランプリ、最賞を受賞した。2008年は吉本興業、吉本クリエイティブ、エージェンシーとのコラボレーションを展開。吉本所属のお笑いタレントである、品川庄司、オレンジ、ガレッジセール、グレープ、フットボールアワー、レモンが、それぞれの巻、3章に登場した。2009年からは、横綱の朝青龍が、ファン太郎に扮した一見怖そうな、ファン太郎だが本当はいい人であるという趣旨の、ファンタロウが行くシリーズが放映されていた。本 CM は日本コカ・コーラ社によると飲料のファンタが合成着色料無添加、ビタミンやカルシウムも豊富、純粋である、とファンタの良さを伝える目的がある。2009年7月から放映されたファンタもみもみフローズンの CM にはファンタロウと女子高生に扮した春の愛が出演している。CM ソングは増山達也が歌っていた。2010年3月から、ファンタモーモーホワイトの新発売 CM から、謎のロックバンド、フォンタがメインのシリーズにリニューアルした。フォンタは、Akebono Taroがドラム、高見沢俊彦とマッティ・フリードマンがギター、綾野浩二翔がベース&ボーカル、谷村奈々がリードボーカルという設定。フォンタの F は、フリードマンの F、A は、綾野浩二の A、N は、7の N、T は、高見沢の T、A は、Akebonoの A とメンバーの生命からの頭文字を合わせている。2011年6月1日から放送が開始された新 CM では、Akebonoが高見沢からバンドを解雇通告され、Akebonoに代わるドラム担当として、大阪のベテランドラマーこと食い倒れ太郎が新メンバーに加わる設定内容になる。2012年3月からは、モアファンタ、モアプレイ、モットファンタモット遊ぶのキャッチコピーが設けられ、CM も2011年から海外で放送されているオリジナルの CG キャラクター、ファンタクルーが繰り広げる世界共通の内容のものにリニューアルされた。2007年に流れていた CM は、子供がファンタグレープにビタミン C が添加してあることを理由に親に Fantaを買うようにねだるという内容だった。また、Fantaそのものが擬人化されているパターンも存在する。ただし、CM 放送後の2009年時点において、Fantaグレープにはビタミン B6 が添加されており、ビタミン C はFantaオレンジ等に添加されている。2011年3月15日、森永製菓のチューイングソフトキャンディ、ハイチュウのコラボシリーズに、ハイチュウ、Fantaグレープと、ハイチュウ、Fantaオレンジが期間限定で発売され、日本コカ・コーラ社と森永製菓のコラボレーションによる製品で、Fantaの味を初めてキャンディ化。Fantaの爽快感と炭酸感をハイチュウで再現した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。